ドロールより発令。これよりマグネットコーティング稼働実験を開始する。ランダムは待機モードへ移行。速やかに待機モードへ移行せよ。了解。待機モードへ移行する。僕は
ニュータイプ。僕はサイコフレームに宿ったアムロの記憶、君たちが呼ぶオリジナルエライダー。アムロレイマーはアクセスショックの時地球を救おうとして、あのシャワーズナブルと一緒に消息不明になった。そう聞いている。そう、あの時の記憶ならはっきりと覚えていた。隕石落としを止めるために、敵も味方も関係なく、あの場にいた全ての人々が力を貸してくれた。サイコフレームの輝きに導かれるように。ガンダム F00 聞こえているのか。ダメです。バイカーの運転が遮断されています。なぜ自分の命を懸けてまでアクシスを止めようとしたんですか。それは自然なことだよ。未来へ向かって人の可能性をつないでいく。そのために必要なことなら命だってかけられるということだ。誰だ、誰と話している。間違いありません。音声信号は F00 自身から発信されています。まさかオリジナル AI。 オリジナル AI が自らの意思でメッセージを送っているというのか。君もガンダムのパイロットならわかるはずだ。ジーニーは争うことをやめようとしない。そして何度も同じ過ちを繰り返す。それでも希望を捨ててはいけない。どんな時でもガンダムのパイロットたちはこれまでもこれからも未来へと向かう可能性をつないでいく。そういう運命なんだ。そんなこと言われたって俺には何の力もない。ニュータイプなんかじゃないんだ。未来への可能性は誰にだってある。そう、これからの時代は君たちのものだ。もう時間が来たようだ。僕はまた眠りにつく。話せて嬉しかったよ。君の金色の髪と眩い瞳は懐かしい人を思い出させる。いつか僕は F00、大丈夫か。状況を報告せよ。大丈夫ですよ。実験はうまくいったんでしょ。実験中、謎の会話が聞こえた。一体誰と話していたんだ。それは、そうですね、なんだか懐かしい人に会えた気がします。了解した。明日もマグネットコーティング稼働実験を継続する。そして高機動モードへの搬送準備にも取りかかる。まだ格納点検が残っているぞ。早急に明日の準備に取りかかるんだ。了解。了解。了解。78F00 ガンダムのマグネットコーティング稼働実験が終了しました。